お疲れ様です。ヘルメットがねえがやすいません。おい、ヘルメットでやる気なくしたらもう帰るごめんなさい。あ、今日何の動画や。今日はブリキ君の現場です。やばい、ヘルメットかぶってヘッドホンしろね、こいつ。少々皆さん、緑変人ですマスクして完璧。はい、そう、もうヘルメットないじゃん。ごめんなさい、やる気しんじゃん僕やる気しんじゃん僕やる気しないの。なんかいろんなキャラありますね。チヤホヤしてください。みどりちゃん、僕をチヤホヤしてください。何歳ですか。何歳、俺が何歳とか、そんな正解じゃねえか。3歳で成長期終わったんだから俺は1歳で不良になって3歳で成長期終わったからおつれい、お疲れ様です。今日は面白いよ、はい、なんかね、ついにブリキ、はい、なんと若い人入ったらしいよ。え、おー、はじめまして。お疲れ様です。はじめまして。おー、誰だお前。林田って言います。あ、林田って言います。なんだお前すいません、俺に挨拶ねえのか。すいません、俺が誰か知ってんのか。あ、知らんの俺のこと知らん、初めて会った。まさかの知らん。あ、こういう人誰って感じ。いや、一回会ったことあるの。あ、ある、あります。おい、そうだです怖いっす何歳だブリキ。今年20歳になります。20歳、はい、もう20歳か。やっとようやく成人。すごいな、ちゃんとヘルメットも置いてあるし、えらいな。あ、置いてあるだけです。あ、置いてあるだけです。お前そのままカメラ向かってめちゃうまいかこんな大人になるなよ名前なんつうの。名前は林田って言います。俺のこと知らないの。いや、知ってます。どれぐらい知ってんの。どれくらいお前俺のことどれぐらい知ってんのお前。うちの仕事やってだいぶ知ってますね。誰、俺が社長って知ってんの。あ、それ知ってます。あ、それ知ってんの。ちょっと今日黄色いヘルメットかぶってないで、髪の毛生えたもんね、別人だと思ってた生えてねえぞこれ、貼ってやるんだぞちょっと思いました。ちょっと髪の毛生えたもんねと思って一瞬あれって思ってた。 YouTube 見てないよ、うちのやつは。 YouTuber は聞かれたまに。あ、で、あんまり見てない。あんまり見てないです。同級生。同級生です。同級生です。視聴者の皆さん、ネタだからねあ、何、はい、友達は。あ、とそうやってもな、もともと走りを、高速道路とかやってました、ね、え、高速道路とか。あ、恐竜の。あ、結構大変な仕事じゃん。じゃあ、そうですね、夏場だったんで結構しんどかった。そうだよな。で、恐竜のやつだと塗料がまたもう全然3液とか使うやつだろ。そうですね、3液製とか4液製とかそういうのあるよな。もっと深いよな、超耐久だもんな。だって何十年に1回しかなんじゃん。はい、なんでですかお前稼いどるな。いや、全然そんなことない。そうない。普通です。あ、普通ぐらいです。まあ、あの、実は来る前にちょっとあいつの売り上げ送ってって見たんだわ。あ、そうなんですか。ジムに電話してすぐ送るべきって言って大社稼いでねえな。そこまでだけど、これ手通りだろ、これ行って。あれ、引くもん引いてだろ、これ送ってきたやつ。あ、そうです。あと社員分のあれもあるんで。お前結構稼いでるやんじゃんこいつ稼いでるぞ。いや、そんなちょ、やらしいんすよ話がやらしいっす。やらしい話が大好き視聴者も大好き19で、まあ、独立。はい、だな、まあ、独立って、まあ、あの、視聴者何回も 見たことある人は知ってると思うんですけど、まあ、社員がおって、まあ、俺もな、気分悪いとかうんぬんで、まあ、雨の日に倉庫でみんなたむろっとるとか、まあ、それだけじゃない、現場ではみんな頑張ってると思うんだけど、はい、だけどもうみんなもう、あの、親方制にしようぜって言って、はい、残った子がな、もともと手ないしくてしっかりした子が、まあ、管理監督やってたけど、はい、まあ、そこが抜けちゃってちょっとしっかりした管理がいないなって。みんないいやつなんだけどな、はい、うん、まあ、でもみんな一人一人現場3ヶ月保証しちゃうもんね。なんかお前に、なんか俺が求人の営業かけとるみたいななんか俺が採用さ、あ、はい、あ、はい、みたいななんか俺なんか採用させられそうになってるみたいなで、まあ3ヶ月は保証しちゃうで、いっぺんやってみようと、はい、だけど、お前、こいつはきついよ。だから 10% ぐらい引かれてる、15% 引かれてるのか。あ、10% っすね。な、普通のみんなの協力業者のな、協力者って、あの、まあ、ね、寺木慎太郎は 15% 引かれて、はい、それでもいっぺんやってみって言って、やって、まあまあなっとだろ、ぶっちゃけ。まあ、そんな。従業員的になったより、稼いどうだろ。あ、それは稼いでます。はい。みんな、前辞めてた人たちに向かって、ちょっと一言言ってくれ。あ、すいません、稼いでます。
いやこれで役割になってる。居酒屋で、居酒屋じゃなくてスナックで。俺も先輩たちと思ったもん、あんま喋ってないけど。あ、そうなんですね。うん、おったよ。でもあいつなんか稼いでそうな顔しとったぞ。あ、本当です。スナックなんか行くよ、結構金いるだろ。スナックは結構いるだろ。どうですかね。しかもそのスナック手が高かったもん。あ、8人ぐらいで行って、はい、スナックだぞ。8万とか9万だぞ。スナックだぞ。バーバーしかいねえな。おかま持った、おかまも。おかまって男の形のやつもじゃん。あ、はい。もう、いや、これ YouTube 見てるって言ったね。ちょっとらしい。ありがとう、バイバイ、ありがとう。高かったらしい。で、俺もう割り勘で、はい、俺も社員一人強いと思うんで、俺グラーって言ったら2万5千ぐらいと言われたもん。あ、本当ですか。2人分で、スナックで女の子一人も使わへんの。へ、こうやって思って。嘘でしょ、4万5千。俺全額出してるこれと思ったもん。生きてない、独立してたってどれぐらいだ？ 4ヶ月ぐらいじゃないですかね。最初はやっぱ厳しかった？そんなに最初からまあそこそこ。はい。だって1回も保証発動してないだろ。あ、してないです。めっちゃ給料は保証してあれでいいわって言ってな、はい、発動かけてないな。はい。で4ヶ月で、どう、やりがいある？あ、やりがいはありますね。そう、独立じゃありません。今見た、今見た。いやいやいや、そんなそんなやりがいよさ、やりがいよさ、なんか今言い方だったよな。だって20歳で年下だろ。はい。何個下だ？5個ぐらい違う。5個ぐらい。5個。はい。やばいな、緑も職人やりたいって言い出すかもしれない。だから大変だろ。いや大変、いや、もちろん8時間以上働いてるだろ。はい。朝早く来たりとか。そうっすね。もう休憩なしの日もありゃ。あ、ありますね。うん、倉庫で6時から材料練ったりとか、ランドリーしたりとか、はい、全然あるだろう。あります。 もちろんそうだよな、はい、それがまあ経営者というか社長だよな、はい、やるべき時には抜くときは抜けるっていうか、あ、はい、まあ、ある程度な。で、友達から見てない、お、変わったなって感じする？ああ、そうですね、ちょっと変わったなみたいな。そう、どういうとこは？お前でやめろ。恥ずかしいんすよ。恥ずかしいんすよ。嘘、嘘、恥ずかしい。恥ずかしい。嘘。ちょっと変なこと言わんでよ。使ったりだよ、そこ。どんな感じで変わった？なんかゆとりができた。ゆとり？金持っとるね。違う、そんなの。あ、それか。ガストでガストドリンクバーおごるわとか。可愛い。ガストドリンクバーおごるわ。いいよ、好きなやつ食べやとか言って。結構飯おごってくれたりとか。してないです、してないです。カラオケ3個じゃなくて4個でいいよ。いいよ、好きなだけ食べや。行きったんだよ、お前。有料になったな。ちょ、嘘つくのはマジやめてくれ。嘘つくのはマジやめてくれ。本当。あ、でもどういう言うとおり、まあ、お金とかだけじゃなくて将来的なこととかもなんかよく話したり、なんか なんだろうな、ちょっと大人になったんじゃないみたいな感じはちょっとしましたね。あ、話すことが変わってきたってことか。明日遊ぼうとかじゃなくて、うん、もっと先の話にしよう。ゆとりができたのね。明日キャバクラ行くとか。いやいやいや、明日何する？誰んちでたまるじゃなくて、明日どうする？キャバクラ行く？もしかしたらたまには大人の遊びじゃん。言っちゃってるお前。そんな話。でもすごいな、まあ、もう将来の話が、俺こうやってやってこうなってきて。ちなみにどうなってきない？僕ですか？まあ、近しい将来、あんまり先俺聞いてもようわからんけど。あ、僕はなんか、うん、なんていうんですかね、もっと大きくしたいとかそういうのはなくて、うんうん、僕安定が好きなんですよ。なんかお前、俺のこと悪いって言ってるんだよ。いや、違う。じゃあ、あの船考えてみよ、お前。はい。ちっちゃな小舟、大きい船、どっちが安定しろ？もう大きい船ですね。だろう、はい、ついて、もしじゃあ若い衆になってくれた、一緒にやろうぜって、はい、2人でやっとったら、じゃあコロナの時どうなっとる？まあ、そうっすね。お客さん1社しかいなかったらどうする？安定させればさせるほど会社って大きくしなかったって。ああ、それをお前ら考えてる感じでしょ、はい、大きくすることは大変だから安定してないと思ってるけど、はい、攻めないと潰れる会社は。ああ、ざけんじゃねえか、ざけん。俺らまだ19で負けねえぞ。すみません。あ？嘘。安定させたいと。ちょっと安定。いや、お前の中で安定ってなんだ。安定ですか。どうしていきたいなって。まあ、安定させていきたいわけだろ。はい。究極。はい。そのお前の中の安定ってなん。お金とかもそうですけど。うんうん、やっぱ仕事の。うん、物量というか、うんうん、まあ、仕上がりとかその、うん、仕事のレベルな、質、はい、まあ、質もそうだよな、
質はまず上げて、質は上げた方がいいんですけど、うん、その なんていうんですかね、練り替え道場1社じゃなくて2社3社を広げていきたいとか、そういう質とか、はい、逆に塗装以外にもある程度こういうこともやれるようになりたいとか、こういう違う塗装でも技術的な、さっき橋梁っていう話も出たけど、はい、そういう技術的なことも覚えていきたいという話なのか、まあ、技術はまあとりあえずもっと僕もまだ学び身なんで、うんうんうん、向上していかないといけないんですけど、お前好感度上げようすんじゃねえや。いや違う学ぶ身なんで、もう俺もそんな言葉言いたいわ自分もまだまだ学ぶ身なんで、ねね、もうなんか話しづらかったごめんごめんごめん、まあ、そういう技術的なことを広げていきたいってこと、まあ、そうですね、広げて、うん、なんていうんですか、その人数とかその、うん、固定もうある程度固定でもうずっと、うん、2人3人とかにして、そうですね、であ人数を増やしていきたいんだ、いや増やしたいというよりかはもう少人数でやっていきたいですね、まあ、まずはどれぐらいがいいなと、今の理想は2人3人ぐらい、もうそれぐらいです。あのこの間動画でもちょっと挙げたけど、俺、まあ、これまあ動画でアドバイスすることじゃないけど、はい、その2人がやっぱきついぞ、あそうなんだ、3人が楽、あ現場同時に回せるじゃん、あ、はい、でやっぱ忙しい方に回すとか、はい、で現場大きいと、あこの現場大きいで、どうしても1人でやった方が早いとかあるじゃん、はい、でダブつくもんでやっぱり2人って遅なるじゃん、1人でちょっときつい方が楽だけど、あ、はい、で工程も調整できんじゃん、はい、じゃあちょっと早めでって言っても1日2日早められても、はい、そう変わらんじゃん、でも2つだとちょっと抜けながらかぶっとりゃちょっと上手にやれるじゃん、はい、で3人はやっぱ絶対目指したほうが、で塗り替え道場としても楽じゃん、はい、お前が3人でやってくれる方が楽だし、はい、営業とのやりとも楽だし、お前が窓口になってやってくれるので、あ、はい、で会社にとってもメリットだしな、はい、で一緒にずっとやっていくのこれから、いやこれはまだちゃんとは決めてないです、あ今仕事は、あ今一緒にやってる、あずっとやってるの、最近は結構ちらほら、他の仕事はしてないんか、そうですね、あ今じゃあちょっとアルバイトみたいな感じずっと来てるな、おいいことじゃん、だからリストラされたみたいで、うん、されてねえわ、リストラされてされてねえよお前バカなされてねえよされてねえよふざけんな、マジでお前ふざけんな、ほんとバカ野郎リストラされてねえよ嘘、リストラされた、いや、されてないっすよ、されてないっすよ、リストラじゃないの、リストラじゃないの、リストラかもしれない、リストラって、リストラでよなんで、やめろ、現場その、協力の会社で、いや、コカ・コーラのアルバイトで、あ、コカ・コーラのアルバイト、住み込みしてたんですよ、おうおう、で、その土地が使えなくなる、おう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 、で、他のとこ移動するかってなったんですけど、できるだけ近づく、まあ、ちょうどお前が近づかんの、ちょうどその話した時に、うん、じゃあうち来ればいいじゃんって誘ってくれたんで、おでも塗装の経験もあるしいいな、まあ、安定しちゃうんだアルバイト、まあ、一応行って、まあ、稼げるか稼げんかわからない、偉いな、だって二十歳でさ、俺従業員の20過ぎても、はい、稼いだら稼いだ分使っちゃうというか、はい、あの足場班 YouTuber もそうだわ、せっかく利益になってそれまた企画に使えるのに飲み代とか使うとかないつら、あそう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 、そういうことだよな、あ自分の金じゃねえよ、残った金っていうのは、はい、特に1年2年なんか金なんか逆に苦しい生活、本当に2年間本当に事務所で寝泊まりしてたから、売り上げ1億とかってたぞ、毎月1000万売り上げだけど、はい、入ってきてもうそれ100万150万残るやん、はい、全部使ったで次のステージに行けるわけじゃん、はい、でそうでしょ、だって人採用して友達が住むやめたら100万の損なんだ、はい、やっと使えるようになってきて3ヶ月やめたらこいつは損なんだ、はい、だけどまあそこに金使えるっていうのは俺偉いと思う、あ本当ですか、こうお前あげてつまんねえんだよあのちょっと1個 CM、 まあ外気塗装のマッチングサイトでやってるんですけど、お前らも登録し、あ、まあ自社はいかんもんな、塗り替え道場専属でやるっていう契約のもと動いてるもんで、あれですけど、はい、マッチングサイトってやってますんで、まあオープンが5月頭かな、今ほんと400社500社ぐらい全国で集まってますんで、はい、あのまあ、マッチング料もちろん取るけど、ほんと全国のマッチング会社よりはもう絶対断然安く、それでお客様にもメリットになってくるし、それ分の選手ね、でちょっと面白いの作ってますんで、そちらの方の登録もよろしくお願いします。お願いします。求人道場載せるよ。どうした？いや、まだ載せろ。何ですか？求人の道場あるじゃん。あれ面接来るじゃん。はい、結構見られてるぞ。はい、毎日本当に500人とか見に来てるぞ。あ、そうなんですか。アナリティクスで見れるもんね。はい。で別に断らないんだもんね。自分たちに合わなかったら。ああ。自分たちに合う子。はい。載ってますんで、こいつも来週には載ってますんで、もし興味あったら
まあ本当もう本当に真面目に一生懸命やってる二階道場本当に 大切な戦力だから、はい、突然仕事切られることはないなだと信じてますまあそれは俺が決めとるんじゃないもんなそうですね、まあ、だけど二人三脚でやってるし、はい、だから本当に時間かけてやれっていうことをいつも本当にやっとるな、はい、みんな焦るじゃんそれだって少々手抜いてもどうそうなんかさお客さんに喜ぶじゃん、はい、だけどまずはきちっと工事やろうからやっとるんだろ、はい、多分なそれとすごい誘惑だろ1日伸ばしただって2人だったら4万円違うんだよなそうです、ね、次の現場の計算まで入れたらもっと違うよな、はい、1現場重なるからもう1日ちゃんとやろうって言ったら5万経費変わるでなそうですねそれをやっぱやるって相当やっぱ大変だよな、はい、きちっとやろうと思うとはいはい今日の動画ちょっと俺がいい人すぎたけどよかったでしょうかはいこれがまだ1メートルだよなせーのまた見てー